エビナリンから1909年4月20日は日本の教育者である。福島県でほぼの資格を取得した最初の人物であり、藍津地方の幼児教育、女子教育に功績があった。婦人教風会副会頭。父は藍津藩藩士日光信介。17歳で同藩士エビナ末政に嫁ぐ。末政は母親戦争において過労に昇進し、 北出丸の指揮官として、藍津若松城牢城戦を戦ったが、林は入城することができず、高田に避難した。高田に敵来たるとの情報があった際、林は戦闘準備を整えていたが、この敵は別方向に向かい戦闘は正規しなかった。会場後、末政は東京で近親生活を送り、林は一家で都内へ移住した。末政は右与曲折を経て、 警察官、地方官の地位につき、陰は夫の認知に従い住居を転々とした。二人が運語に恵まれたのは1882年のことで、陰は34歳になっていた。1888年、陰は霊南坂教会で、綱島各地から受選しキリスト教徒となる。しかしながら末政は入信に反対であり、夫婦間には対立が生まれた。 林は、信仰を捨てることなく、矢島か子が会頭を務める日本、キリスト教夫人教風会で副会頭に就任し、さらに、湯浅初子が経営していた幼稚園を引き継ぎ、ほぼの資格を得る。1892年、林と末政は、若松町に帰郷する。その翌年、林は若松に幼稚園を設立した。これが、現在の若松幼稚園である。 当初8名であった園児は、ほどなく40名を超え、分園も設置している。幼児教育機関を設けた林は、ついで1893年に、本家、裁縫家を有する私立藍津女学校を設立し、女子教育を開始する。藍津女学校は1909年に県に移管して、県立藍津高等女学校となり、さらに、福島県立青井高等学校となった。 若松幼稚園は、長女が経営を受け継いでいる。林は生涯その信仰を捨てることなく、林の入信に反対していた末政は1903年に若松キリスト教会員となり、正式にキリスト教徒となる。末政は、最後の若松町長として、市政以降に尽力した。ABCDE、日本女性人名辞典、エビナリン、ハット ABC、合図人物辞典、 エビナリン学校法人若松幼稚園若松幼稚園の歩み2013年8月1日閲覧福島県立葵高等学校学校紹介福島県立葵高等学校2013年8月1日閲覧合図人物辞典エビナスエマサありがとうございます